ようわからないんだけど、I want to watch TV. Did I say TV? Okay? Accent? Okay? とか言って、なんか自分を勝手に下に持ってくるのね。イングリッシュマインドになってる時は、それ気づかないと思うの。誰かが教えてあげないと。ね。でも、日本語マインド持ってる時は、俺なんで今そんなこと言わないといけないのとかわかるじゃん。Change it to world. 生まれてきただけで It's alright It's alright ありのままでそのままで Thank you so much for checking out Chris's room. 今日もね、ブルーも手伝ってくれてます。Ruff, ruff. Alright. でですね、今日はなんか英語の上達法っていうか、英語のマインドフルネスについてお話したかったんですよね。で、正直言って、これを実際に学ぶと、今すぐ、はい、ありがとう。この技っていうか、このね、やり方を使える人は、ちょっとそのミドルレベルか上級、英語のなんか、mid-level or upper-level people。で、この初心者の方、まだ英語の会話できないよっていう方たちも、ぜひ聞いていただきたいんですよね。なぜかっていうと、このマインドフルネスのテクニックを使うと、英語がうまくなくても、英語で会話ができるようになったりするんです。もう一回言いますね。このやり方を学ぶと、英語がそこまでうまくなくても、英語で実際にコミュニケーションが取れるようになってくるんですよね。ね。ね、僕正直言って僕は日本生まれなんですよ。で、子供の時は日本語のみで、本当にお父さんお母さんはずっと英語話してたんですけど、そのやっぱり僕ジャパニーズが、It's my first language, right? Japanese is my first language. だからネイティブの日本語、日本語のネイティブなんですよ。で、12歳の時にアメリカに引っ越しして、そこで本格的に全然会話とかができなくて、ハローとか言えたんですけど、ね、で、いきなりね、中学1年生で、本当にその英語の、学校に入って、もう教室も全部英語なんですよね。だからすっごい早く英語を学ばないといけないっていう状況だったんですよ。で、その大人になって日本に戻ってきたら、日本語使ってなかったから、今度日本語忘れちゃったんですよね。で、また日本語を学んだっていう感じで、ちょっと僕も本当に英語中途半端で日本語中途半端な人間で、ね、ちょっと変な感じな人間なんですけれども、申し訳ございません。でね、今日のお話は、英語のマインドフルネスなんですね。And I think that's the right way to say it, right? It's mindfulness when you're speaking English. で、どういうことかっていうと、僕も本当に最近気づいたんですよね。これ、マジ、先週とか、2週間前かなに、あーってこれでっかいぞって思って、正直言ってその英語の本とか、ね、英語のレッスンとか、英語のコーチ、英語の学校に行ってもこういうのなかなか教えている人は少ないと思うんですよね。で、まず、どういうことかっていうと、僕がですね、今、よく聞かれるのは、クリスって、ね、ね、クリスは英語で考えるか日本語で考えるとか、ね、夢見てる時には英語で考える日本語で考えてるっていうことなんですよ。で、ここがポイントなんだよね。あなたが外国の人、まあ日本人同士でもいいんだけど、ね、あなたが英語を話している時は英語で脳を頭の中で考えてるか日本語で考えてるかっていうことなんですよ。で、僕最近気づいたことは、僕が英語で話している時に、あ、僕英語で考えてるなって思ったんですよね。で、英語で考えている時と日本語で考えながら日本語を通訳して英語で話す時って、僕は全然違う人なんですね。マジ違う人なんですよ。だから個人的には僕はなんか日本語で話していると頭の中が日本語で、英語で話してるんだけど、これは日本語で面白い。あ、今面白いこと言ってるよね。あ、この人ってこういう人を求めてるんだよな、とか、ちょっとこういう感じで説明してみようとか、ね、頭の中を日本語でキープしているんだけど、会話は英語でするのね。で、そうすると、めちゃくちゃ落ち着いてるなって気づいたんですよ。ね、落ち着いてるなって気づいたんですよ。で、これは日本の文化と英語の文化とか関係あるかもしれないし、正直言ってこれなんか僕の個人的な新しい考えで、なんか論文あるかって言ったら、ひょっとしたら論文とかそういうのあるかもしれないんだけど、もしかしたら多分ないと思うんだよね。こういうのを研究している人は、まああるかもしれないんだけど、もう本当にこれクリス、It's my idea、 僕のアイデアなんですよね、考え事。ね、で、ぜひ皆さんに試してもらいたいんですよ。
ね、ひょっとしたらあなたの場合は英語で話しているときに日本語に戻って頭の中を日本語でキープして your 考え事、ね、あなたが何を考えているのかこういう感じで会話しようかなっていうことを日本語でキープした方が冷静に外国人と話せるかもしれないよね。で、中には逆の人もいるかもしれないんですよ。逆の人もいるかもしれない。ね、または中には全然関係ないっていう人もいるかもしれないんだけど、多分関係はあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ね。で、どういうことかっていうのを説明すると、ね、マジ、本当に、ね、英語で特にこれ日本語オンリーで今英語を学んでいる方にはすっごい大切なアドバイスなんですけれども、ね、僕も何回も何回も言ってるんだけど、日本人が英語で話すときの、ね、コンバーセーションの中で一番でっかいマス的なエラーっていうのは、ね、これ学校教育の、なんていうんだっけ、日本語、学校教育のせいでもあると思うんだけど、アクセントを気にしちゃうのよ。ね、日本人はアメリカンアクセントでようわからんけど外国人と話そうとするんだよね。で、これは、ブブー、これはグローバルミステイクなんだよね。グローバルっていうのは地球上の視点で見るとミスなんですよ。これはミスなのね。ね、どういうことかっていうと、ね、英語、アメリカンイングリッシュっていうのは、アメリカンイングリッシュ中でもニューヨークアクセントがあるし、カリフォルニアアクセントがあるし、テキサスアクセントもあるし、ね、いろんなアクセントもあるんだけど、Water. Water. Water.Water. それだけじゃなくて、英語っていうのはイギリスに行くとアメリカ人の英語とイギリス人のアクセントって全然違うんですよ。Tomato, tomato, tomato, banana, 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 girl, 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 vitamin, vitamin, vitamin.で、今度イギリスの UK の中のね、そのウェールズとかスコットランドとかに行くと全然違うし、逆に今度アイルランドとか行くと全然違うアクセントなんですよね。で、わかる？だからイギリス人はイギリス英語アクセントっていうのがあるのよ、ね、アメリカ人はアメリカアクセントっていうのがあるじゃん、ね、メキシコ人が英語話すときにメキシカンアクセントっていうのがあるでしょ。ノルウェー人の友達、僕のいとことかノルウェー人の人たちが英語話すとノルウェーアクセントがあるのよ。フランス人が話すとフランスアクセントがあるのよ。なんね、中国の方が、とかコリアの方がね、英語話すと、コリアアクセントと中国アクセントってあるのよ。なんで日本人だけなんかようわからんアメリカンアクセント学ばないといけないの？なんでやねん。おかしいやろ？おかしいんすよ。OK？ まずおかしいのね。OK？ で、ヨーロッパの人とかノルウェーの人とかコリアの人とか中国の人とかとメキシコの人とかと英語を話してると、その人たちはあなたがジャパニーズアクセントで話してても全然気にしないのね。でもようわからないんだけど、アメリカの中、特に海外に行かないアメリカ人はジャパニーズアクセントをバカにする連中は結構いるのね。リアルにいるのよ、これ。そのアクセント間違ってるよとか言って。で、そういう感じで、上、下、上下関係を作ったり、そういうなんか本人も、なんか知らないわけよ。ね、アメリカが世界の真ん中だと思っている人が結構、アメリカ人結構いるのよ、本当に。ごめんね、アメリカ人ちょっとバカにしてるわけじゃないんですけど、ちょっとこれ、もうやっぱ気づいていった方がいいと思うんだよね。で、特に今、世界中にいろんな変化が来ているから、ぜひアメリカの、多分ね、アメリカの方が今このビデオを見ているんだったら、あなたは日本語わかるから、すっごいグローバルですっごい僕が言ってることわかると思うんだよね。その世界中、今は本当に愛の時代っていうか、ね、昔のやり方、セパレーションね、あなたは別、俺が上、あなた下、俺の方が偉い、金が全てだとか、そういうね、環境を壊してもいいから金を稼ごうとか、あの人たちを奴隷にしても俺たちが上にいたらいいんだみたいな、そういう考えじゃなくて、今ね、平和の時代が来るから、本当に世界中が幸せになれる、人間、命を持っているもの、心と心ね、ボブ・マーリーが言うように、ね、本当に僕たちのスキンの色が、ね、全然僕たちの目の色と同じぐらい全然関係ないっていうことが起こってくるんだよ ね。で、ポイントは、ね、英語で話している時にね、日本語でクールな状態を頭の中、マインドの中でキープすることができるとね、会話が楽になると思うんですよ。まず最初のポイントはアクセントだよね。アクセントは要注意。英語を学びたいんだったら、正直言ってね、
まあ、別にそのなんていうのなんかアクセント気にしたいんだったら趣味みたいなやりたいんだったらいいと思うんだけど、英語の先生が2020年で英語の先生がアクセントを気にしてな来なさいって言ってる先生は正直言ってその生徒さんにめちゃくちゃ不利なハンディキャップを与えてると思う。僕はそれは論理的に考えると現実的ではないね。その口の中の筋肉は本当に何12歳とかでしょ、その口のアクセントに慣れていくの。だからそれを大人になって新しい筋肉を口の中とか声の中ね、声の喉とかに覚えさせるっていうのは非常に難しいことなんだよ ね。でそれであなたのアクセントが悪いから会話ができないんだよっていうのはマジ嘘だよね、現実じゃないよね。だって中国行ったら Hey, ニハオン I want to buy a wallet Yeah, $100 全然英語ね、アクセント気にしなくてビジネスもやっててコミュニケーションも取れてるんだよね。世界中そうなんだよ。これもサウジアラビアとかね、イラクとかそういうミドルイーストとかに行ってもそうだし、ヨーロッパもそうだし、ロシアもそうだしね、中国もそうだしね、そのおかし日本とアメリカだけなんだよ、この変なそのアクセントを完璧にしようみたいな、アクセントができない人はあのそこまで偉くないみたいな変なのニュアンスがあると思うんだよね、リアルに。でそれはまず捨てていく。でどうやって捨てていくのかっていうと、頭の中で冷静に日本語マインドを持ってクールに話すのよ ね。でそうするといろんなマインドフルネスをのテクニック、冷静に考えることができるようになるわけよね。例えば僕が言ってたように、特に男性、若者の男性で、ね、特に大きい都市に住む人とか、まあ、どこでもいいんだけど、若者の男の人は結構ジャパニーズアクセントをバカにする人たちはいるわけよ、ね、だからそうなると、ね、この時に日本語のマインドでクールに会話ができると、やっぱこれはミドルとかアッパーレベルの英語のスキルを持っている人、特にね、こうやって英語やって話してるとね、分かるわけよ、波動で匂いで分かるわけよ、あこいつはジャパニーズアクセントバカにしてるなって。でそうするとそこで距離を置くことができるじゃん、この人と話すのはやめとこうって別の人に話そうとかね、ちょっと年上の年配のおばあさんに話してみよう、おばちゃんに話そうとか、この女性に話してみようとかね、ね、そういうふうにやると誰と英語を話すのかによってでコミュニケーションがもっと楽になるわけよ、ね、このなんか日本語のアクセントをバカにする若い男性っていう人と話してるとめっちゃ緊張するじゃん、ね、その人もそのアクセント間違ってるよとか言ってくるわけよ何お前 R 言えないじゃんとか。僕はアメリカで12歳13歳の時に行ったからめちゃくちゃI was teased 超からわられたのね、本当にバカにされたわけよ、 R が言えないからね。でだからそういう人とコミュニケーション取らなくていいっていうことがクールでいるとできるわけよ。で僕はぜひこれ日本語で考えてみてもらいたいのね。ね、多分これ初心者の方は何言ってんだよ、日本語でしか話せねえよと思ってる方もいっぱいいると思うんだけど、英語が上手くなってくると脳が自然に、これは脳の能力なんだよね、これ生まれてきたついている能力なんですよ、脳が自然に英語で話してきます。脳が自然に、で本人気づいてないのね。リアクションも英語でやったり、一回日本語で通訳して英語で話すっていう感じじゃなくても、英語で聞かれたら直英語で返すっていう風になってくるのね。でこの時に自分のコミュニケーション、自分の being how you are、 あなたっていうキャラが、英語が苦手とか英語の発音苦手っていう、このなんていうのかな、その変な特徴だよね、ね、なんか変な特徴、僕英語話せないんだよなみたいな、そういう波動、そういうバイブレーション、そういうのを出している、そういう being、 あなたとしてそれが英語話してる時に出してたら、 That will reflect on your communication、 それが他の人も匂いで分かるわけよ、ね、ちょっと今言ったのは難しいかもしれないんで一回簡単に説明させていただくと、僕が日本にいる時に、ね、英語で話そうよとか言って、英語日本人なんだけど英語で話す人がいっぱいいるんだよね。で特に日本人で外国人が数人いる時ね、日本の方が英語で話すとようわからないんだけど、I want to watch TV、 Did I say TV? OK? Accent? OK?
とか言って、なんか自分を勝手に下に持ってくるのね。ね、今の僕テレビ見たいんだけど、あ、今テレビってちゃんと言ったかなとか言って、なんかその人友達なんだけど先生みたいな感じになっちゃって、その友達が、で今大丈夫、この話し方大丈夫みたいになっちゃうわけよ。自然になんか自然に自分を下げちゃうんだよね。ね、でイングリッシュマインドになってる時はそれ気づかないと思うの、誰かが教えてあげないとね。でも日本語マインド持ってる時は、俺なんで今そんなこと言わないといけないのとか分かるじゃん。分かる？日本語マインドにいると、その人も英語で話している魂の存在で、僕はたまたま日本語で話している魂の存在なんだよね。だから共同みたいになるわけよ、ね、でそうするとなんか英語でパーンって難しいこと聞かれたりとか、なんか変なこと、やっぱり絶対英語でね、海外で生きるとか英語で生きていくと絶対変なことが起こるわけよ、ね、なんかようわからないんだけど断るのがめちゃくちゃ難しくなったりとか、ね、もう一つはなんかリクエストがめっちゃ難しいんだよ ね。なんか日本語でリクエスト、これ欲しいなっていうことをなんか他の人に言うと全然楽なんだけど、英語で言うとめっちゃ難しい。または日本語だったら断ることができるんだ、いやそれはちょっととか言えるんだけど、英語でいやそれはちょっととか言うと全然意味つながらないから、あーってなって断るのができなくなっちゃうとかね。その時に日本語マインドでいて、よしどうやったら断るんだろう、あ今のつながらなかったな、今 OK、 あー well, I don't know about that とか言って断ろうとしてるじゃんね。外国人はしっかり No って言わないといけないからね。いやー、I don't know about that とか言って、OK, well, you don't know, but can you just do it? Like, OK, you do it, you know? Like, ah, もうやだ、これ断りたいのにとかなっちゃうわけよ。で、その時に日本語マインドで、ね、Hey, can you do it? Yeah, I'm not sure, you know, I'm busy. Like, oh, can you really do it? Like, please, can you do it? I'm like, I'm sorry, I have to refuse. ね。これ英語でちょっと今のつながらなかったな、これきっぱり言わないといけないかな、ちょっとなんかね日本語で言うんだったら怖いかもしれない、ちょっと日本語でお断りするって言うんだったらこれはすっごいレベルが高くて失礼かもしれないんだけど、英語でやってみようって、試してみようって言って Sorry, I have to say no, I'm sorry バーンって断ったりとかね、そういうふうにできていくようになると思うんですよ。なので本当にぜひこれ聞くのか聞かないのかわからないんだけど、自分、僕の場合はめちゃくちゃ聞きます。なんかやっぱり外国人の友達とかと話してるとようわからないんだけど、なんか英語クリスモードみたいな感じで、なんか全然違う人じゃないんだけど違うパーソナリティなんだよね。でその弱いで、これ絶対日本人にあると思うのよ、その弱いパーソナリティ、英語が話せないっていうね、その英語の、例えば英語学んでて海外に行ってね、なんか10人ぐらいとか12人ぐらいの外国人の友達がいっぱいいると、なぜかわからないんですけど、すっごい静かであんまり口出さないっていうキャラに変わっちゃう。でも日本に戻るとめっちゃ声を出すタイプね、日本にいるとすごいアウトゴーイなんだけど、海外に住んでいる時とか海外に遊びに行く時は、または外国人の周りに行くと、なんかすっげーなんか口出さないタイプになっちゃう。こういう時はぜひ日本語マインドでいるっていうマインドフルネスの練習をちょっとやってみてください。ひょっとしたらめちゃくちゃ効くかもしれないんだよね。 Alright, thank you so much. これはちょっとね、なんかマインドトレーニングの英語のアドバイスね、本当にあの日本語のマインドを持っていく、あとアクセントは本当に気にしないでね、全然気にしなくて大丈夫だから、逆に本当にサムライアクセント超かっこいいよね、サムライアクセント、あのラストサムライで Hello, I would like to say my ラーメンヌードル very good, my favorite ラーメンヌードル豚骨ラーメンプラス餃子、かっけえよそれ、全然通るよ、全然通るよサムライアクセント。 Alright you guys, で、ね、次の英語のビデオはどうやったら英語の hearing で、どうやって単語を学んでいくかっていうテクニックについてお話していきますので、ぜひチャンネル登録してこのビデオが役に立ったなと思ったら LIKE ボタンを押してください。 Alright you guys, I love you so much. でね、インスタグラムでいろんなその behind the scenes とかもあの紹介していますので、もしよかったらインスタで登録していただければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys so much. I'll talk to you next week. ありがとう、じゃあねー。